国難とも言うときに、まさに公務員になろうとしたわけですから、今まで以上に志を持っている人だと思います。だけども、これからキャリアを積んでいくに従って、国家国民のためにという気持ちから、いつの間にか、省益、極益、セクショナリズムに陥って、志が小さくなって、 寸死になってしまうそういう人も残念ながら今まではいたように思いますそうなってはなりません今持っている志をさらにキャリアを積むことによって大きな志大使に昇華をしていくそういう心づもりでまさに1年目から県産を積んでいただきたいというふうに思います